ご通行中の皆さん、こんにちは。宮殿でまだ残業されている社員の皆さんもお疲れ様です。毎月講義をしている新婦人福岡県本部の半角女子部です。熊本九州地震から1ヶ月が経ちました。前回を超える余震、そして多くの道路の寸断も復興ままならない中、九州電力は仙台原発を止めようとしません。ありがとうございます。一緒に声を上げていきましょう。あの福島第一原発事故の前も地震災害、津波による損壊の危険を長いこと指摘されてきたのですが、国と東電は問題ない、原発は安全に運転できると言い続けた結果、あの福島の過酷事故を起こしました。九州電力もその例に漏れず、仙台原発を問題なく運行し続けている状態ですが、問題なく運行というのは宮殿さんのコメントですね。しかし免震重要棟もフィルターベントもなく、避難計画も破綻している中での稼働です。これは大変危険なことであり、IAEA 国際原子力機関において第4層と第5層防護がなされていないということで、 IAEA の基準では運転差し止めの対象となります。これが今の仙台原発の状態です。ちなみに日本の規制基準は IAEA に沿ったものではなくて、安全とは言い難い条件で今原発を動かしています。このような危険な仙台原発、今すぐ止めるしかないですね。福島の事故は5年経って風化しつつあるなどと言わせておくわけにはいきません。私たちたくさんの声で世論を作り、電力会社と国にこの声を届けるときです。ご通行中の皆さん、飛び入り参加も大歓迎です。ぜひ私たちとこの声を九州電力、そして国に届けていきましょう。コールをいきます。仙台原発再稼働反対、仙台原発再稼働反対、仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、原発なくても電気は足りない。
学さん、こんにちは。新婦人の半角女子部です。今月もこの場所にて定例の講義を行っています。ご通行中の皆さん、そして残業で頑張っている社員の皆さん、しばらくこのところでさせていただきますので、よろしくお願いします。皆さん、1ヶ月前に起きた熊本、そして大分の方で起きた地震、本当に怖いですよね。まだ余震が熊本や大分では続いています。今回のこの地震で、本当に今まで原発のこととかあまり自分たちの身近じゃないと思っていた人も、この地震でなんでこんな状況になっても仙台原発は動いているんだろうか、また報道でなかなか仙台のことを知らせなかったりとか、本当にこの地震によってまた原発が危険なものだということがはっきりしたと思います。私たちは毎月定例で3年間ここで原発をなくそう、原発止めてくださいと九州電力さんにいつも抗議をしています。原発は本当に人類とか本当に人にとって危険なものだというのが何かあるたびに証明されているんじゃないでしょうか。九州は活火山があります。原子力規制委員会による適合性の審査に火山学の専門家の人たちからも本当に大きな疑問の声が上がっています。気象庁の火山噴火土地連絡会会長を務める藤井俊嗣さん、東京大学名誉教授もその一人で、九州電力や規制委員会の認識には科学的根拠がないと指摘をします。専門家の人もこの地震によってさまざまな影響が起きる原発等に対して危険だと言っています。規制委員会ではまずモニタリングで予兆をつかみ、事前に原子炉の廃止、核燃料の廃止を行おうとしていますが、それには間に合わない可能性が多いんです。そして今回仙台原発の避難のツールとされている九州新幹線や高速道路、本当にことごとく壊れて大変な状況になりました。壊れてしまうものを避難ツールにするのっておかしいんじゃないでしょうか。避難計画も本当にずさんなものでおかしいんじゃないでしょうか。九州は本当に地震があります。火山があって地震もあります。そして日本全体が火山や地震があって危険なのに、原発が立っている。そして唯一日本で動いているこの仙台原発、あの地震があっても止めなかった九州電力さん、聞いてますか。今まで原発にそんなに関心がない人でも本当に恐怖を味わってるんです。まずは国民の声、私たち市民の声、九州電力さんのお客さんでいる私たちの声を聞くべきなんじゃないでしょうか。私たちは先月、1ヶ月前ですけど、ここで抗議をしましたが、マイクを使わず、とにかく熊本地震の募金を呼びかけました。本当はこんな原発止めてくれと叫びたかったけど、避難されている皆さん、被災されている皆さんの思いを込めてこの場で募金活動もさせてもらい、それをきちんと集めて送っています。九州電力さん、この地震を見ても分かるように、私たちに不安をこれ以上与えないでください。そんな原発はなくていいんです。今社員の皆さん、残業されている方いらっしゃると思うんですけど、この声を九州電力さんの中から上げてほしい、そう思って今日も来ています。原発はいりません。人類と共存できない原発、本当シンプルにいらないと思います。何回でも声を上げます。それでは抗議します。コールします。原発いらない、原発いらない、仙台止めろ、仙台止めろ、限界原発再稼働反対、限界原発再稼働反対。
電気は足りてる。電気は足りてる。給電変われ。中から変われ。給電変われ。中から変われ。原発反対。原発いらない。原発反対。原発いらない。危険な原発今すぐ廃炉。危険な原発今すぐ廃炉。仙台止めろ。仙台止めろ。今すぐ止めろ。今すぐ止めろ。九州電力さん、まだまだ工期続きます。よく聞いてください。この地震で何も起こなかった、それでほっとしてるなんてことは絶対に許せませんからね。原発は危険なものだというのが、日本ではなく、日本だけでなく、ドイツやさまざまな国で今原発じゃなくて再生可能エネルギー、自然エネルギーでどうにかやっていこうという、そういう動きがどんどん大きくなっている中での今稼働させているこの仙台原発、なんとしても私たちは声を上げて止めさせます。何度でも来ます。九兵さん、私の出身地和歌山県には今原発が一つもありません。過去4回原発作ろうという話があったそうです。でもその時みんなが反対したんです。和歌山県っていうところは福岡ほど平地がありません。だから山、もう目の前は、後ろは山、目の前は海という状態なんです。そんな中で今みかんと梅が産地ですけれども、やっぱり海の幸っていうのはとても大事なものなんですね。その海をよこされたくない、その思いで漁業に携わる人たちが強く反対したからだと聞いています。福岡も東京から出張で来られた方がよく言われるのは、やっぱり食べ物が美味しいよねって。特にお魚がね、魚の刺身は本当に美味しいよねって言われます。福岡そんなところでもし玄海原発爆発したらどうなります？福岡、東日本大震災からもう5年経ちますが、今なお17万8000もの被災者の方々が仮設住宅での避難生活を余儀なくされています。災害関連死も3400を超えています。被災地の復興も被災者の生活となり合いの再建も依然として厳しく、毎日の生活さえままならない状況です。5年経ってもこんな状態なんです。もし玄海原発で何かあったらどうする、福岡のこの大都市の人たちはどうやってどこに逃げるの、そんなことを考えると玄海原発の再稼働は絶対許せません。そして今熊本地震、まだ福岡でも時々揺れますよね。そんな中でどうして仙台原発止めないんですか？本当に大丈夫なんですか？何も影響ないんですか？免震塔も作るのやめて耐震塔にするとか冗談じゃないですよ。はい、ということで、私の思いは以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ次お願いします。はい、お願いします。ですね、誰でも知ってる言葉をこれから言います。地震だ、火を消せ。地震だ、火
縮んだ火を消せ。って言いますよね。みんな火消しますよね。なんで原発止めないんですか。これを調べてきました。はい、ガルです。ガルです。はい、仙台原発緊急停止の基準は160ガルです。で、熊本の益城、1580ガルです。10倍近いですよね。これもし仙台原発の下でこれが来たらどうなるんですか。緊急停止してなおかつ電源喪失しませんか。こんなの危ないじゃないですか。止めてください、お願いします。まだまだ揺れてますよ。よろしくお願いします。これいきます。仙台原発再稼働反対。仙台原発再稼働反対。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。原発なくても電気は足りてる。処分ができない廃棄物ですな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 。安全神話はもう聞き飽きた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 。原発稼働は無駄金作る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 。原発廃炉は雇用を作る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 。給電変われ。今すぐ変われ。中から変われ。社員は頑張れ。仙台止めろ。仙台止めろ。原発いらない。原発いらない。すべての原発今すぐ廃炉。すべての原発今すぐ廃炉。原発いらない。原発いらない。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発再稼働反対。仙台原発再稼働反対。ちょっとセンターの方にお願いします。もう交代で、はい、次々行きます。宮殿の皆さんこんばんは。やってまいりました。毎月一度の半活支部の、原発止めろの抗議行動です。なんか難しいことはよくわからないんですけど、大人として未来を担う子どもたちに青い空だったりとか、青い海だったりとか、美しい自然だったりとか、安心できる食べ物だったりとか、
そういうことをきちんと残していくことが私たち大人の責任だとすごく思っていて、そのためにもやっぱり福島のあの事故を見たときに原発は本当になくさないといけない、あの原発がある限り安心した未来を子どもたちに手渡すことはできないと、そんなふうにすごくすごく感じています。そしてそれは5年経った今もますます強い思いになっていて、あのそれを本当に分かってほしいな、この思いを本当に分かって、あの宮殿さんはあの仙台原発を止めてほしいと心から思っています。あの熊本のあの地震を見たときに、あんな風にあの家が壊れて道路が寸断されて、あの鉄道も動かなくなって土砂崩れがあって、あんな状況になったときに原発の事故が起きたとき、私たちはどうやってどこに逃げたらいいんだろうって思いました。走って逃げるなんてとてもできないし、車で逃げることもできない、結局どこにも行けなくって、原発の事故があったそこでいるしかないって、そんなの考えられません。そういう状況を子どもたちにあの渡せるものかと本当にそんな風に思うんです。なのであの本当に本当に心からあの原発を止めてほしい、そんな風に思います。あの原発事故が起きると本当に安全に避難できないって、あの仙台原発周辺の多くの住民の人たちもみんな考えています。でそれはあのアンケートでもはっきり出ていますし、避難計画もあの本当に破綻していると思っています。あの本当に周辺住民の安全を守るためにも、仙台原発はあの本当に一刻でも早くあの稼働を止めてください。お願いします。今すぐ仙台原発止めてください。もう本当に心から訴えています。よろしくお願いします。ではコールします。仙台原発再稼働反対。仙台原発再稼働反対。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。原発なくても電気は足りてる。処分ができない廃棄物出すな。処分ができない廃棄物出すな。安全神話はもう聞き飽きた。原発稼働は裏金作る。原発廃炉は雇用を作る。宮殿変われ。今すぐ変われ。中から変われ。仙台止めろ。今すぐ止めろ。限界原発再稼働するな。すべての原発今すぐ廃炉。原発いらない。仙台原発今すぐ止めろ。原発なくても電気は足りてる。処分ができない廃棄物出すな。処分ができない廃棄物出すな。安全神話はもう聞き飽きた。安全神話はもう聞き飽きた。宮殿変われ。今すぐ変われ。中から変われ。仙台止めろ。今すぐ止めろ。すべての原発今すぐ廃炉。原発いらない。原発いらない。仙台原発今すぐ止めろ。宮殿さん、一刻も早く仙台原発止めてください。お願いします。どうぞこちらの方に。九州電
力の皆さん、こんばんは。こんばんは。残業お疲れ様です。明日は佐賀地方裁判所で第16回か17回かの口頭弁論が行われますけど、もう回数もわからんぐらい通ったんですけど、まだはっきりした回答を聞いたことがありません。なんでだよ。答えられないんでしょうか。なんでだよ。今地震が頻発していて、阿蘇の友達のお母さんはとても怖くて家の中で寝られないから車の中で寝ていると言っていました。これ地震だけの話ではなくて、鹿児島の方の地震もやばいでしょう。もうロシアンルーレットですね。今回大丈夫だったから次も大丈夫だって言えませんよ。大丈夫じゃなかった時はもうおしまいなので、困るんです。社長さんどうにかしてください。社員の人は中から言いたいと思うけど、きっと言いにくいと思います。給料もらっているんですからね。だから外から私たち言っておりますので、顧客がそういうことを言っていましたよとお伝えいただけるだけでもお願いします。怒りはありますが、まあ怒鳴り散らしたところで言うこと聞きたくないですもんね。なのでなるべくゆっくり話していきたいと思いますが、そうしてる間にも地震が頻発しているので、そろそろ時間がありません。もうそろそろいいんじゃないですか、止めていただいても。止めろ。もう動かしたっていう事実は残ったでしょ。もういいと思いますよ。原子力発電所にじゃなかったら喜んでお金払います。これからもよろしくお願いします。電気変えますけど、原子力発電所やめてくれたら戻すかもしれません。そのこの取引いかがですか。よろしくお願いします。以上です。ではコールをしたいと思います。3、はい、あ、ごめんなさい。仙台原発再稼働反対。仙台原発再稼働反対。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。処分ができない廃棄物出すな。処分ができない廃棄物出すな。安全神話がもう聞き飽きた。原発稼働は裏金作る。原発稼働は無駄金作る。原発廃炉は雇用を作る。原発廃炉は雇用を作る。給電変われ。給電変われ。今すぐ変われ。今すぐ変われ。中から変われ。中から変われ。社員頑張れ。仙台止めろ。今すぐ止めろ。今すぐ止めろ。限界原発再稼働するな。限界原発再稼働するな。すべての原発今すぐ廃炉。原発いらない。原発いらない。仙台原発再稼働反対。仙台原発再稼働反対。よろしくお願いします。じゃあ次お願いします。
九州電力の前で、毎月こうやって、訴えを続けているのは、原発をなくしてほしい、そういう思いからです。原発で電気を作る、これしかないなどと言わせません。今世界中の国々で原発をやめて自然エネルギーに転換している国がたくさんあるのに、福島の事故を経験した日本がなぜ転換しないのですか。そして自然エネルギーの宝庫である九州の電気の会社、九州電力さんがなぜ自然エネルギーに転換しないのでしょうか。人間の知恵は平和と命守る、暮らしを守るためにあるんです。原発をいつまでも使い続けていくような、そんな人間であってほしくありません。一番原発で困るのは電力会社で原発を触っている、そういう人たちです。原発で働いている人が一番命の危険にさらされているんです。安全神話は電力会社で働く、原発で働いている人たちを一番苦しめるんです。そのことは福島で十分経験したんじゃないんですか。九州は自然の宝庫であると同時に災害を多く受けた地域でもあります。地震だけではありません。噴火であったり、もしも仙台原発に近くの火山の噴火があれば、原発の電子機能、いわゆるさまざまな設備が細かな粉塵によって機能しなくなると科学者の方が言っています。明日起こるかもしれません。何が起こるかわからないのに勝手に運転を再開したのは本当に許せません。原発を廃炉にすると帳尻が合わなくなって赤字が増える。だから株主に配当が出せない、そうなると大変経営的に困る、そんなつまらないことで私たちの大切な九州の皆さんの命を危険にさらしてほしくないんです。働いている人たちの命を危険にさらしてほしくないんです。原発を止めることで救える命があるんです。その思いを国民は多く募らせています。先日の熊本、大分、地震が揺れました。震度7、それが2回も、そして余震は1500回。こんなことを3月の14日の夕方まで誰が想像したでしょうか。自然災害っていうのは突然起こるんです。万が一原発に異常が起こった時には近寄れません。計器に表示される数字も信用できなくなってしまいます。
島で経験したのに、なぜ原発を動かし続けるのか、私たちは信じられない。こんなことを平気でやっている皆さんが信じられません。信じられるようにしてください。安心して電気使えるようにしてください。そのために必要なことをしっかり示してください。そういうことであれば信頼できる、思いを共有できる。ぜひお願いします。原発を一刻も早く停止し廃炉に進んでいただきたいのです。よろしくお願いします。レコールします。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。原発いらない。原発いらない。原発反対。原発反対。危険な原発今すぐ廃炉。危険な原発今すぐ廃炉。仙台止めろ。限界廃炉。仙台止めろ。限界廃炉。原発なくして未来を作ろう。原発なくして子供を守ろう。場合を想定して一旦仙台原発の稼働を停止すべきだと
広瀬博忠安全安心研究センター代表取締役、この方は東京大女子大学名誉教授でもあります。その方が言われています。で、九州電力は想定外の事象を、ま、一旦防ぐために立ち止まるべきであり、それが原発の一時稼働停止です。もしもう一度ね、福島のような過酷事故が起こったらもう日本はおしまいです。九電は目先の利益にとらわれずに直ちに仙台原発の停止を行うべきです。それとこの広瀬さんが、行ったアンケートによると、原発事故が起きると安全に避難できないと原発、仙台原発周辺の多くの住民が考えていることが分かりました。地元アンケート調査で判明しています。余震が続いて熊本県内では壊れた道路の復旧も追いつかない状態です。もう避難計画は破綻しています。周辺住民の安全を守るためにも仙台原発は速やかに一時停止をしてください。今回の地震で気象庁は最初の地震を一旦本震とみなしたものの、後にさらに大きな地震が発生したことからも分かるように、想定外はいつでも起こりうるのです。ステレオタイプの発想をしていると想定外の事象に巻き込まれてしまう危険性があります。シナリオが外れた場合のリスクを考えた上で、あらかじめ危険を取り除くべきであり、これが原発の緊急停止です。今すぐ仙台原発を止めましょう。仙台原発再稼働反対。仙台原発再稼働反対。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。原発稼働は無駄金作る。原発稼働は無駄金作る。原発廃炉は雇用を作る。原発廃炉は雇用を作る。九電変われ。中から変われ。九電変われ。今すぐ変われ。社員は頑張れ。社員は頑張れ。仙台止めろ。仙台止めろ。今すぐ止めろ。今すぐ止めろ。すべての原発今すぐ廃炉。すべての原発今すぐ廃炉。原発いらない。原発いらない。仙台原発再稼働反対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 。九州電力さん、残すことあと10分ぐらいになりました。半角女子部は6時から7時までここで講義をします。そして第3木曜日に毎回やります。沿道の皆さんや、あとネット等でご覧になっている皆さん、ぜひ私たちと一緒に、男子も女子もお年寄りも子供も、もうどういう方でも、ここで九州電力さんのやってる原発再稼働嫌だという方、ぜひ一緒に声を上げましょう。九州電力さんは、原発は安い電力だとして、原発が停止している間に
業績の赤字をしきりと言っていましたが、それも嘘です。原発から出る核のゴミは今、処理の方法がなくなる、たまる一方で、処理にかかる費用も膨大です。その前にもしですよ、福島みたいな過酷事故を起こしたら、事故処理や賠償に億を超える、お金がどんどんかさんでいきます。原発の稼働は安全性以外にも膨大な損益を含む一番高い電力です。こうしたバックエンドコストを計上しないで、安いと私たち使っている消費者に言うのはもうやめてください。全くのおまかしです。九州電力さんはまずエネルギー、電力を生むのならば、自然エネルギーや再生可能エネルギー、日本の技術を持ってもっと安全で、私たちが九州電力さんすごいね、いい電気をありがとうと、そう言ってもらえるような電気を作る、それが一番いいんじゃないでしょうか。今回の地震でますます私たち怖い思いをしました。というかまだ今も継続をしています。過酷事故というのはいろんな状況で起きます。自然災害や、または原発が事故を起こして物理的に起こす場合もありますが、さまざまな要因があるにもかかわらず、こんな危険で私たちの命や健康、人間としての人生までを狂わすような、そんな原発は止めましょう。今緊急停止してもいいんじゃないでしょうか。今回のこの原発、本当にいらないと思っている人が国民の世論でも半分以上超えています。原発がなくても電気は止まって、原発が止まっているこの何年か、原発がなくても夏の暑い時期、冬の寒い時、電気は足りました。私たち一人一人が電力をちゃんと省エネルギー考えて節約をし、きちんとした使い方をする、そういう一人一人の心がけでも電力を抑えることもできるし、そしてそれとプラスに安全なエネルギーを作ってくれれば、私たちも安心して九電さんに電気をもらいたい、電気を買いたいと思います。もう電力会社変えます。そういう人がどんどん今から出てきますよ。しっかりした対応をして、顧客の絶対満足をどんどん向上させるような、そんな企業になってください。じゃあホールしますね。じゃあ少しふんわりと暗くなりつつ、なんか少し誘導が来てますけど、元気よく最後にコールしたいと思います。何回でも私たちは諦めません。諦めることが負けであるし、あなたたちと戦うためには何回でも諦めず、話し合いを持ってでも、いろんな形で何とでもやってきます。宮殿さん行きますよ。コールまた。原発いらない、原発反対、再稼働反対、再稼働反対、仙台止めろ、仙台止めろ、限界入ろ、限界入ろ、原発なくして未来を守れ、原発なくして未来を守れ、電気は足りてる、原発いらない、電気は足りてる、原発反対、危険な原発今すぐ廃炉、危険な原発今すぐ廃炉、限界廃炉、仙台止めろ、限界廃炉、仙台止めろ、給電変われ、中から変われ、頑張れ。
原発いらない、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 仙台原発今すぐ廃炉、仙台原発今すぐ廃炉、九州電力今すぐ変われ、九州電力今すぐ変われ、九電変われ、九電変われ、原発いらない、原発いらない。今すぐ変われ、九電変われ、今すぐ変われ、九電変われ、もう終わります、今すぐ変われ、原発いらない、原発いらない、九電変われ、今すぐ変われ、原発いらない、原発いらない、九州電力さん、来月もこの場所にて第3木曜日6時からやらせていただきます。何度でも来ます。原発は人類とは共同できません。もうそれは何回も証明されたと思います。これにて半角女子部新婦人、そして今日も一緒に講義に来てくださった皆さんとの講義行動を終わらさせてもらいます。近隣住民の皆さん、ご通行中の皆さん、1時間の間ご協力本当にありがとうございました。次はですね、来月6月16日の同じ時間18時から19時予定しています。ご通行中の皆さんもぜひ飛び入り参加 OK ですので、一緒に声を上げていきましょう。それと今週の日曜日5月22日に安倍政権を許さない集会っていうのが、どこだっけ、レッツ公園であります。でそれはですね、もう原発、そして、戦争法で辺野古、もうどれをとっても安倍政権倒さないと、もう私たちの国民の願いが通らない、みんなで集まって声を上げようという集会ですので、一般というか、もう皆さんも全然そういうのを参加したことないという方もぜひどしどしご参加ください。これにて半角女子部の講義終わります。